カッパッパチャンネル。おはかっぱ、岩手に生まれ銀河を泳ぐマジカルカッパちゃんでやんす。シリコ玉？シリコ玉といえばカッパ、カッパといえばシリコ玉、そう連想する人間の皆さんも多いことでしょう。カッパとは河川の淵、沼地などの水塊を住処とし、人畜に種々の怪異をもたらすと信じられている妖怪の一種。シリコ玉をどうするんですかって結構聞かれるんですよ。人間からシリコ玉を取ったら実はお供えしておりやんす。それもなんでそういう風に言われたかっていうと、本当に全国的に伝わるお話がいっぱいあるので、これとは断定できないんだけども、こう水の中で亡くなっちゃった方が皮膚がこう緑になったりとか、あとお尻のところがシリコ玉を抜かれたようになることから、シリコ玉をカッパは抜くっていう風にも言われてるって言われておりやんす。カッパっていっぱいいるからあれなんだけども、岐阜県の方のカッパは6月16日にカッパが水神様にシリコ玉をお供えするっていう習慣があって、カッパが出てきちゃうから16日以前はカッパに出会わないように、川とかでは遊ぶのは危険ですよって言われてるみたいでやんす。あはははって川とかで遊んでて溺れる時いきなりわーっていなくなるじゃないですか。それがそうカッパにシリコ玉を抜かれたっていう言い伝えがある。こういう風にいろんなカッパの伝説のお話も皆様に結構ずつお伝えできたらいいなと思っておりやんす。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ございます。